ちは、くんみゆです。今日は布で包んだプトの作り方をこの動画でシェアしたいと思います。では早速作ってみたいと思います。使うのはプラスチック製のプトの花です。こっちが出っ張ってて、こっちは出っ張りがありません。こういうものです。これは4〜5種類売っています。今回使うのは XS の一番小さいプトです。お店でこれを買うときはプト1と言ってください。これはこのままこうやって重ねて、どんどん重ねていって針で刺してポンマライを作ることもできます。でもこれだとプラスチックの素材感が丸出しで美しくないので、これを一個一個布で包んでいきます。布を包む布ですが、パープレーゲオという布を使います。この布は表がツルツル、裏がザラザラで糊がついている手作りの布です。プラスチックのプトを布で包むとこのような仕上がりになります。これをこうやって重ねて針で刺すと、まるで本物の生花のプトの花を刺してるようになって大変美しいです。まあ、一個一個布で包むのは面倒いですが、やる価値はあります。それでは作っていきましょう。まずこの4〜5を4センチ角に切ります。そして丸く角を取ります。そしたら次はこの布に水を塗っていきます。
表裏両方に塗っていきます。でザラザラの裏側が上に来るようにして、この真ん中にプラスチックのポットを置きます。そしてこの一つ一粒の粒を包んでいきます。こうやって次の粒を包んで、また次の粒を包んで、全ての粒を布で包んでいきます。今こういう状態です。次に包んだことを千枚同士を使って押し込んでいきます。粒と粒の間のこの浮いたところを千枚同士を使ってこうやってギュッギュッと押し込んでいきます。これで布で包んだことの完成となります。今後もこのチャンネルでは初級から超上級まで本マライ作りのテクニックを紹介していこうと思います。そのうち材料の販売もしたいと思っていますので、チャンネル登録をしてお待ちください。では、またぜひご覧ください。今日は以上です。サワディーカー。